はい、どうも、タクタクです。本日は、モンスターストライク、ガチャですね。ヤマトの神歌で、いいんですかね。竹三日月、ヤタガラス、雨のうずめ。もうね、ほんと、読めない漢字が多い。行こう。で、今日はね、30連ですね。30連、行きます。行くぜ。さあ、今、ほんと今、12時、ちょうど、いきなり、いいのが出ることを願うわ。こう、一発目は、いいのが出る。伝説とかない？そういうの。ないね。いきまーす。さあ、頼むよ。もう、30回しか弾けないから。私の経済状況的に。止まーれば、当たりなんじゃないか？これは。おっと、嫌な予感、嫌な予感、嫌な予感。はい、安定の爆死です。タクタク多いですからね。行きましょう。さあ、サクッといきますよ、今日は。いけ！いやー。これ30連ならほんとあっという間な動画だな。これ30連やって出ないっていうことザラにありますからね。頼むよ。ほんとに。いや、止まろうよ。お願いだってばー。何ガチャこれ。あ、ちょ、何新キャラで、お、やったー、一番欲しかったヤタガラスだ。ヤタガラスが一番欲しかったんですよ。やったねー。スピードアップなんだよね。反射で。水タイプ。いやー、これは、アンチワープですね。イザナミゼロに使えるのかな？使う。ちょっと、はっきり言って、まだ、分かってないです。行きましょう。さあ、ラスト。いいなー。よかったなー。なんとか、弾けたわ。雨の渦目と、あとは誰だろう。雨の渦目と、ヤタガラスね。これヤタガラス。ちょっと、出てこないわ。うん、竹見かずちか。竹見かずち。え、かぐつちではないからね。いきますよ。さあ、ラスト！お願いします。確定！最近確定来てないから来ても、あ、さ、来てる、確定人が来てるのか。おっほっほっ！ということは？確実に、この演出は確実に来ますよ。そういう風になんか修正された時。いきなりかよ。竹見かず。はい、30連引いて2体なら、どうせなら、女の子の方もお願いしますよ。お願い、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 いや、叶いませんでした。まあまあまあ、30連で限定キャラ2体ならいいんじゃないですか。多分竹三日月って確か弱点キラーだったっけ？弱点キラーって何っていう。弱点のキラーなんですよ。確かね。進化するとね。進化が神かが忘れましたけど。なるほど、なるほど。まあ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 。使いましょう。竹三日月使ってみましょう。ヤタガラスは、ヤタガラス。ヤタガラスは神かが強いのかな？アンチワープ。天地人。天地人。直江兼継の大河ドラマと一緒。天地人。ちょっと待って。進化先見たくない？やた、やた、やた、やたガラス。進化先は、半、あ、アンチウィンドウか。半ワープの飛行がつくのかな？どうなのかな？カラスだけ飛行が、あ、カラスだけあって飛行がつくわけじゃないのかな？どうなんだろう？わかりません。わかりませんけども、これ見れないんだよね。見れないんだよね。なるほどね。はい。で、ちょっと、次回はね、次回になるかわかりませんけど、こちらの日本神話シリーズ。日本神話シリーズのね、雨のうずめも欲しいなぁ。ちょっとシングルで弾いてみようか。いや、お前、ほんと大丈夫かな。ガチャってみようか、じゃあ。5回弾けますからね。わかんないよね。雨のうずめ5回あったら弾くかもしんない。弾くかもしんない。一発つもみたいなね。おバッハやった俺バッハ持ってなかったのよ。いや、なんかもう外れキャラ外れキャラみたいな感じで言われてますけど、俺バッハ使ってみたかったんだよね。なるほどね。雨のうずめ出る気しねえ。今星5出たからな。雨のうずめ出る気しませんね。なるほどね。さあ。あ、こ、初期、クロエちゃんね。初期イベントの
モンスターちゃんですね。さあ、いやこれでも結構な確率で星5引いてんな今回。なんだかんだ言ってな、10回に1回の割合ぐらいでは引けてはないけど、引けそうな感じにはなってきてる。タクタクの運も。さあ次がラストかな。これ引いて次がラスト。こんなにオーブをジャブジャブ使っていいもんなのか。来ませんね。まあ、そう簡単に来られても困りますよね。銀が出ない最近。銀が出ない。銀が出てないところを見ると、サラソ！シングルであんま引いていいためしなかったからな。バッハ出ただけでいいよね。おい！雨の上！たーだれーって感じね。久しぶりに見た。トライアンフか。はい。まあ。うまい話などないわけで。でも、バッハ弾けただけ、よしとしましょう。バッハ神が来るかもしれないからね。バッハ神が来るかもしれない。神がじゃない、重心化か。バッハ重心化来るかもしれないから。はい、じゃあ今回の成績をちょっと確認し直しましょうか。35連。バッハ。バッハガチャ。バッハガチャになっちゃった。まあ、星5は3体だよね。バッハと、あと対象キャラ2体。まあ2体引ければいいかな。確か宮本武蔵の時もそうだったんだけどさ、剣豪シリーズ、剣豪シリーズの時もそうだったんだけど、小次郎だけ引けないっていうね。そうだよ、30回引いて当てたらいい方なの、ほんと。こういう、超重心祭とか重心祭の時以外はね、基本、この引きはいい方だと思ってる、俺は。はい。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。またこの3体、なんとか育てていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録、コメント、評価ボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンをタップ。パソコンの方はクリックしてみてください。タクタクはツイッターもやっております。ツイッターのリンクは動画下の三角をタップ。出てきた動画説明欄のツイッターの URL をタップしてみてください。ツイッターの検索バーからもタクタクで探せます。ツイッターでは最新動画の更新情報、ライブのお知らせ、イベントのお知らせやタクタクの謎なつぶやきを楽しむことができます。チャンネル登録とフォローしてくれないとお仕置きだべー。